タートしました。やや前陣のスタート、5番のベンサレルはボルトスタートを切って前に出ていきます。先行争いホームストレッチ、5番のベンサレルが先頭に立つか、8番ビビエンフェルトを追っていきます。13番スター調査、16番イージーフリージー先頭に並んでいって仙台4頭横一線、その後の4番キット花田さん、9番シャドウクロスが続いて17番ロジゴールデン、10番カラメルショコラがその後です。インコース2番のオールデンルーキー、17頭が1コーナーのカーブ、コーナーワークで5番のベンサレル、ベンサレルがまさに先頭に立ちました。2コーナーのカーブに差し掛かります。13番のスター調査が直線で抜きました。先頭5番のベンサレル踏み切るカッティーの一橋、2番手から16番イージーフリージー先陣、残り200坂を登ってくる、あるいはスター調査キット・ハガメさん、8番のリビエンフェルト、今5番で残り100を切る、突き放した5番のベンサレル3馬身リード、4番キット・ハガメさんが単独で上がった、ベンサレル先頭で5位、2着4番キット・ハガメさん、3着争い2頭、13番スター・ジョーさんと16番イージー・フリージーです。逃げ切りました5番のベンサレル、ルメール騎手は花さんと16番イージー・フリージー、勝ちタイムは15秒4、上がりボールが800m、47秒9、600m は35秒3でした。3着争いのストップモーションが場内に流れます。わずかに13番スター調査、3着9。2コーナーの谷を下っております。その後ろ、横白
イビス、あとは10番ロストフ、7番スカラッケン、2頭前を飛ばす形で障害コースの向上面を進みます。4頭の蓄積障害にはレッジスチャップとした経験的にスピードが1番審判、1番ザ・ベリダンが2番手、その後ろ6場所くらい空いて3番手、3番サクサキッチン、10番サンデイビス、3コーナーの谷を下って登ります。その後、5場所くらい空いて5番手集団、10番のロスコフ、ちょっとこれかに前のですが詰まりました。6番グレートバローズが追い抜いていって4番手に接近、あとは11番マジュです。ダンコースを横切って最難コーナー中間にかかります。今ジャンプしている攻撃が障害、先頭2番のミレンジーグルに1番ザ・メイダーに絡みかけました。この間に3番手集団の各馬が前との差を一気につけていまして、先頭2番手と3、4番手の間は2馬身くらいになっています。そのインコースが3番の浅草ゲー、外に12番のサンデイ、あとは11番のファジュが5番手のインコース、外に6番のトレードバロン、再び直線コース抜けてきました。水濠障害ですね、ジャンプしました。各馬冷えず、この水濠では打ち抜き上がりませんでした。前が2番ゲンジグルパスの障害ジャンプしていきます。リードは1番進行の1番のサメイラが2番手外、内に潜り込むか、3番が浅草ゲー、前3頭と変わりました。あとは12番サンデイビス、4番手、1、2コーナー中間の障害するジャンプしました。ちょっと外に飛びような感じになった12番サンデイビス、そして4番手をキープ、ジョッキー井上としてしながら前の差を常にかかります。2コーナーの谷を下って登ります。前は2番のゲンジグル、リード1番進行の2番手、1番のサンデイラ、ここから進路を芝の外回りに変えていきます。イレッジングルザメイダー、その差が体半分になって、一番進路3番手、コースに3番の浅草ゲーム、残り 1000m、1人12番サンデイビス、8号地差、ジャンプしてきました。ちょっとサンデイビスを腕を振った、その後、9番のガイドモッパーに、10番ロスの前から6投目、芝の外回り、今800の標識を過ぎます。前を行く2番のイレッジングル、リード、体半分、1番ザメイダー、2つ離れず、砂尾3番、浅草ゲーム、3番手をキープ、外から10番、ロスコフ動いた、間から10番、サンデイビス、9号、近くジャンプしました。9番が本当に動いていたとする600を振って、最高コーナーを仕掛けたんです。前が2番のイレッジングル、リード、体半分、2番